スパーク正幸松永、1916年10月8日から1990年4月15日は、アメリカ合衆国の政治家、元アメリカ陸軍将校、下院議員、上院議員を歴任した、民主党所属。1916年に、当時はアメリカ自治領であったハワイ準州カウアイ島のククイウラで、日本人移民の両親のもとに、日系アメリカ人2世として生まれた。高校を経て、ハワイの名門大学である、ハワイ大学マノア校に進学した。1941年に、アメリカ軍予備役になり、アメリカが第二次世界大戦に参戦した後は、日系アメリカ人として人種差別待遇を受けるものの、アメリカ人としての忠誠心を示すために、アメリカ陸軍に志願し、日系人部隊である第442連隊、戦闘団に配属され、後に同じく上院議員となったダニエル・イノウエなどと共に、ヨーロッパ戦線を中心に活躍した。出征中に2度負傷。陸軍時代の最終階級は、陸軍大尉。終戦後に軍役を退き、ハーバードロースクールに入学し1951年に卒業した。学位は JD。1962年にハワイ州選出の下院議員に選出され、1977年まで務めた。また1977年からはハワイ州選出上院議員に選出され1990年まで務め、任期中立法は民間人の戦時再配置及び収容に関する立法委員会の設立に貢献した。1990年には前立腺がんの治療のためにカナダのトロントにあるトロント総合病院に入院し、治療に専念するものの、そのまま同病院で72歳で死去した。ありがとうございます。